レバンは D フルクトフラノース残機のみからできている、ホモタトである。2、6位で結合し、2、1位で多くの分岐を持つため、食品、飼料、化粧品、医薬品、化学薬品の原料となる機能性、生態高分子として大きな可能性を持つ。レバンを添加物として、食品や飼料に加えることにより、コレステロール低減効果が期待できる。 またレバンは化粧品の成分として用いると細胞増殖、皮膚の保湿、皮膚炎症の軽減等の効果をもたらす。レバンの硫化物、リン酸化物、アセチル化物等の誘導体は抗栄図薬になると主張されることもある。さらにレバンはドラッグデリバリーシステムのための皮膚物質としても用いられる。また家庭用の海面活性剤や グリコールとの二層系の溶液によるタンパク質の分割と、他にも様々な用途に用いられる。しかし、溶液中での安定性が小さいことと純化の難しさから工業的な利用は限られている。この制限がなくなれば、レバンの市場は様々な分野で広がっていくと考えられる。レバンは微生物によって天然に生産される生態高分子である。近年では、 微生物のバイオテクノロジーを用いて再生医療やドラッグデリバリー等の高付加価値医療に応用するのに適するように遺伝子操作されることもある。レバンは無構造の高分子フルクトースであるフルクタンの仲間であるがレバンの場合は数百個から数千個の高成分子同士がつながって超分子を形成している。最も短いレバンは 三分子の古く通すさからなるの六消しースである。レバンは、クタンを生産する細菌ではほぼ全てで、生産されており、大豆の破砕粘液の中でも生産されている、可能性が示唆されている。ありがとうございます。